体調がなんか悪いのは男性更年期障害かもしれません。今回も非常に有益な内容になっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。それではよろしくお願いします。このチャンネルではぜひ知っておきたい医療のことについて分かりやすく解説していますから、ぜひチャンネル登録とその横にある通知ボタンのベルマークをオンにしてくれたら嬉しいです。男性ホルモンのテストステロンが加齢により急激に低下することを LOH 症候群と言います。男性更年期障害とも言われております。更年期は女性だけではなく男性にも起こります。まずは女性ホルモンの変化と年齢の関係についてです。女性の場合は思春期からホルモン分泌が多くなり、閉経前後で急激に減少します。男性ホルモンの場合は思春期に多くなり、筋肉や骨格を作るようになります。おおむね20代から30代がピークになります。その後数値が変わらない男性となだらかに数値が減る男性に分かれます。男性の更年期はストレスなどの社会的な変化によってホルモン値が下がってきます。なので女性の更年期と違い、男性は人によって更年期障害が起きる人と起きない人がおり、また更年期障害がいつから始まるかは人によって異なります。男性に朗報です。2022年に男性更年期障害のガイドラインが新しく更新されました。内容は症状や検査、治療についての内容です。前回は2007年なので15年ぶりの改訂になります。男性更年期障害の症状はどのようなものがあるのでしょうか。昔に比べて疲れやすくなった、怒りっぽく小さなことでカッとなるようになった、気分の落ち込みを本人または家族が訴えることが多いです。主な男性更年期障害の身体症状と精神症状がこれらになります。症状には個人差があり、ほとんど感じないという人もいますが、症状が重い方は寝込んでしまう可能性もあります。精神症状でも記憶力の低下は問題になります。非常にこれから増えてくる認知症も不眠症の方が多く、夜起きてトイレに行き昼寝をしてしまう、昼夜逆転が起きてしまいます。テストステロンが少なくなると認知機能が低下し、認知症にもつながる恐れがあると考えられております。認知症が発症しテストステロンが低下してしまいます。これは認知症になるのが先か、テストステロン低下が先か、どちらが先かは分かりません。男性ホルモン補充療法は心配な前立腺がんとの関係はどうなのか。前立腺がんとテストステロンの関係です。前立腺がんの患者さんには男性ホルモンが餌となり、それがエネルギーとなり前立腺がんを悪化させる可能性があるので、ホルモン補充療法はできません。それではホルモン補充療法をすると前立腺がんになるのかというと、それはなりません。ホルモン補充療法をする前に前立腺の腫瘍マーカー PSA を測定して2以下であればホルモン補充可能となります。投与後も定期的に PSA は測定していきます。安心してホルモン補充療法をすることが可能です。男性更年期になりやすい職業は、テストステロンが低い職業についてよく言われているのは、まず教師と牧師、医師は総じてテストステロンが低い職業と言われております。これらの仕事に就いている方はテストステロンが下がらないような生活習慣を心がけましょう。ちなみにテストステロンの高い職業は画家、俳優、音楽家といった芸術的な職業はテストステロンが高いのです。社会の中で自分を表現することが必要とされる仕事です。新たな診断基準で男性ホルモン補充の妥当性は、老症候群の検査についてです。診断をする上で血液検査は必要です。総テストステロンが250未満の場合男性更年期障害と診断されます。250以上の場合有利テストステロンを測定します。
測定した遊離テストステロンが 7.5 未満の場合は、やはり男性更年期障害と診断します。2023年現在は、日本の医療保険上、総テストステロンと遊離テストステロンは同時に取ることはできませんので、どちらかをまず採血することになります。今回のガイドラインでは、各テストステロンの値が正常であったとしても、症状など総合的に判断することが重要で、テストステロン補充が妥当と判断すれば、男性更年期障害と診断し、ホルモン補充療法を行うことが可能です。LOH 症候群は、男性の健康寿命にも大きく関わり、何より生活の質、QOL に直結する病態なので、治療が必要と判断した場合は、ホルモン補充を行うことが可能です。それでは、治療方法について解説します。ここでご紹介するのは、日本でできる治療になります。ホルモン補充療法には、注射と軟膏があり、症状を緩和するのに漢方を用います。まずは注射は、日本の男性更年期障害の治療で多く、用いられます。エナント酸テストステロンと、ヒト絨毛性性腺刺激ホルモンが主な注射になります。軟膏の治療で、軟膏に入っているテストステロンの濃度の違いで2種類あります。グローミン軟膏は、昔からある軟膏で、テストステロン濃度が 1% になります。現在は、ワンナップフォーミュラという軟膏が使用できるようになり、テストステロンの濃度 5% で皮膚から吸収します。テストステロン治療認定医が処方可能となります。概要欄に処方できるクリニックを載せておりますので、気になる方はぜひクリックしてみてください。次は、注射と軟膏の効果の違いについて説明します。注射は2週間か4週間ごとに筋肉注射をします。注射をして1週間後にフリーテストステロン値が最高値になり、その後低下し下がったところで注射をします。その1週間後に再度上昇していきます。軟膏は毎日塗ることで効果が現れます。1% と 5% の濃度の違いはありますが、このような効果が得られます。患者さんによっては注射と塗り薬を併用する方もいます。ホルモン補充療法の副作用についてこれらが考えられます。副作用はホルモン補充療法をされているすべての方に出るわけではありませんが、多血症や肝障害などは定期的な血液検査などをすることで予防ができます。最後に、男性更年期障害の症状に対して漢方薬を使用することもあります。代表的な漢方薬は補中益気湯です。だるい、気力がない、疲れやすいなどの症状の改善に有効で、年齢を問わず使用できます。ストレスホルモンのコルチゾールを低下させる作用があります。次に、ハチミジオーガンになります。体を温め、巡りを良くすることで、腰痛や足腰、下半身の衰えを改善するお薬です。ただし、のぼせたり、暑がりの症状がある方には適していません。次は、サイコカリュウコツボレートになります。年齢が若く、ストレスを強く感じている方で不安感、イライラなどがある方に効果があります。他にもありますが、翼換酸をおすすめします。これは、イライラなどの神経の高ぶりを抑え、筋肉のこわばりを緩め、リラックスした状態にする効果があります。多くの漢方薬は、その人の症状や体質に合ったものでないと、十分に効果を発揮することができません。その人の体質を見分ける方法として、小という考え方があります。体力、病気に対する抵抗力の物差しになります。体力がなく、弱々しい感じの人を虚小と言い、その反対で、体力や抵抗力が充実している人を実小と言います。虚小の方には、補中益気湯、ハチミジオーガンが良く、実小の方には、サイコカリュウコツボレート、翼換酸が良いと思います。
おすすめのホルモン補充療法は高濃度の注射と軟膏の併用が最も良く、それに運動をすることでさらに男性ホルモンが上昇すると思われます。人生100年時代と言われる中で、夫婦お互いの更年期障害について考えてみるのもいいかもしれません。今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。気になる男性はぜひ採血をした方がいいと思います。